までも続く水平線、沖縄。ここがダパンプのふるさとである。イッサ、幼い頃から何事にも興味を持つ好奇心旺盛な男の子だった。周りを盛り上げることにかけては天才的な一茶は常に家族のアイドル的存在だった。ケン、いつも体を動かしていた活発な少年。しかし子供の頃からよく考えてから行動する沈着冷静な一面を持っていた。それは今にも通じている。ユキナリ、近所でも評判のおとなしく優しい性格の子供だった。人見知りが激しく人付き合いが苦手だったため少年野球のチームに入団。甲子園を目指すが、忍、小浜島という沖縄本土から離れた小さな島で生まれた忍。海と緑に囲まれた大自然の中でおおらかに育った。運命の糸はこの4人を引き合わせた。フィーリングー、悩める街で見つけたパラダイス。 You're so fine、 俺本気で決意。ファーストシングル「Feeling Good」でダパンプはアーティストとしてのスタートを切った。洗練された歌唱力、そして卓越したダンスパフォーマンスは瞬く間にマスコミ界を駆け巡ったのである。サードシングルは初のテレビドラマのテーマソングとなり、トップアーティストの仲間入りを果たす。ダンサブ、エキサイティング、そしてセクシー。ダパンプを形容する言葉は常にその歌い上げる楽曲によって変化していく。そしてこの夏5枚目となるシングルがリリースされた。繊細かつパワフル、これまでの集大成とも言うべきこのラプソディインブルーは現在スマッシュヒットを続けている。そのパワーは今年新たなるスパークの時を迎えた。ラジオ番組のスタートを皮切りに各マスコミ媒体からの取材構成、初のテレビ番組を持つなど、まさに快進撃を遂げたのである。そしてこの夏、これまで経験したことのない最大のイベントがやってくる。7月、都内リハーサルスタジオ。ここから初のコンサートへ向けて本格的なリハーサルがスタートした。ザッスザッス、リハーサルに取り組むダパンプのメンバー、その真剣な眼差しが全てを物語っている。このコンサートではダンスの振りはもちろん、フォーメーションまでも自分たちで考えなければならない。一茶を中心に4人で意見を出し合い、一つ一つ入念に作り上げていく。こっち、あ、そっかそっか、ちょうどで、剣はそのままこう、あれ、一茶、こっから始めたらこっちに来るんだっけ。うん、どうやってこの、ここだな。しかし曲のテイストと4人のバランスをどう保つかでなかなか意見がまとまらない。こっち最初、ケンの提案により
新しい振りが完成したようだ。あ、ここじゃん。みんなさ、じゃあ、ゆっくり、口を。あ、これ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 。4人の感性が表現できるものでなければ意味がない。それぞれが納得した上でフォーメーションがゆっくりと組まれていく。こうして新しいフォーメーションが完成していった。この日はステージ用の衣装合わせ、実際に袖を通しダンスに支障があるかチェックする。いいんじゃないですか。もう一枚でもどうだ。いやだよ、もういいよ。雨降るか分かんないじゃん。ステージ、あ、そうかそうか、あ、そうか。あー、スーツを脱いでこれに1分半ぐらいかな。はいはい、1時ぐらいに電話すればいい。あ、ここ1分しかないですか。はいはい、これだすか。なんと、ケンは遅刻した。最悪ですよ、これね。今日何時だよって言ったら、これ5時半、5時半でも、4時40何分に待ち合わせた。俺も分かんなかったです、間違えてたんです。数多くの衣装が決定し、メンバーの顔も次第に引き締まっていく。この夏彼らは初めてのアルバムエクスプレッションをリリース。そのクオリティに対し高い評価を得た。アルバムアーティストとして確固たる地位を築いたのである。このアルバムを引っ提げ今回のコンサートが行われる。この日初めてバンドが入り、全体的なリハーサルがスタートした。メンバーそれぞれがテンションを高めていく。何としてもコンサートを成功させたいという思いがこの顔から伝わってくる。そんな彼らの動きを真剣に見つめる人物がいた。音楽プロデューサー富樫明夫。僕はプロデュースするときに育てるとかこうしようとかいうことはあまり考えないんですけど、やっぱり持っているものっていうか、ハートにあるものとか表現したいものが近かったんでしょうか。すごくこうなんかこう、こうしてほしいなと思ったらそう言うとそのまま帰ってきたり、それ以上のものが帰ってきたり、1曲目のフィーリングッドとカップリングのセブンティーンガイズでもう分かっちゃいましたね。プロデューサーが考えている以上のものが必ず生まれてくる。計り知れない彼らの感性。歌とダンス、それだけでも十分すぎるほど洗練されているが、このコンサートでどうしても成し遂げたいもう一つのこだわりがあった。ケンがやっぱり向こうのグループでいろんなグループいるんですけども、そういうのが好きなんです。いずれはコーラス自分たちでできるようになりたいんですとか言うんですね。なんでレコーディングではベッチンというAT 含む3人で手伝ったりもするんですけども、必ず彼らの声も入ってますし、でライブでは必ずそのレコーディングの練習して、ベッチンと共に練習してやってますし、ブラックミュージックっていうのはリズムとドラムと
ベースと歌で成り得なきゃいけないと自分では思ってるんですね。パンプはもうそういうのがいずれできるんじゃないでしょうかね。どこでも歌ってコーラスできたり踊りも加えて Keep on loving you 大切な未来お願い Stay together いいねかっこいいかっこいいかっこいい。8月1日大阪、いよいよダパンプファーストステージエクスプレッションが明日スタートを切る。舞台は大阪城ホール。ダパンプをはじめとしスタッフ全員でコンサートの成功を祈願。ダパンプにとって全てが初めての経験となるこのコンサート、身も心も引き締まる思いを感じていた。ステージは広い。彼らの夏がここからスタートする。そして本番さながらのリハーサルが始まった。メンバーの表情も一段と厳しくなっていく。様々な演出が施されているステージング、スタッフとのコミュニケーションを図りながら一つ一つ体に覚えさせていかなくてはならない。午後9時、リハーサル終了。明日の本番を前にメンバー、そして全スタッフが最終ミーティングに入った。いよいよ明日、ダパンプは運命の日を迎える。それはそれは初コンサートの朝を迎えた。早朝から会場入りしたダパンプのメンバー、入念な最終確認を繰り返す。果たしてうまくいくか、計り知れない期待と不安。メンバーの心の中は、次ダンサー絡みの刻々と迫り来る、その時やるだけのことはやったはずだ。そんなメンバーの不安な気持ちとは裏腹に、ファンは期待に胸を膨らまし集まってきた。ステージングはね、逆に彼らに任せっきりと言いますか、彼ら自身が、自分たちの一つの、パフォーマンスも含めた、ショーアップする方法をね、自分たちなりに、ミーティングしながら作ってきてますから、見せつけてやれ。多くのファンで埋め尽くされた大阪城ホール、こうしてコンサートの幕は切って落とされた。その後福岡、名古屋と主要都市を全て大成功で締めくくった。アベニールで日本縦断の旅に出た。東京武道館のファイナルを前に彼らは旅立った。それで何、街情報もいっぱい、まだまだね、沖縄暑いぞ、遊び来いよ、一度でいいからさ。彼らが向かったのは生まれ故郷の沖縄。しかしなぜ彼らは武道館のステージを直前に控えて原点であるこの地に戻ってきたのか。このあと4人はそれぞれ思い思いの場所へと向かった。忍が目指したのが
沖縄本島から空路をおよそ1時間、さらにフェリーで30分はかかる小浜島。青い空と海、大自然が今なお息づくこの美しい島で忍は生まれ育ったのである。ここで忍が何かを見せてくれるらしい。確かね、正月帰ってきた、違う、去年の夏帰ってきた時に親父と捕まえてクジャクの姉を取ったんですけど、そう、部屋に飾ると綺麗なんですよ。あ、でもあれメスだから羽ないんですけど。じゃあ、その時クジャクをどういう風に捕まえてたかっていう、ちょっと多分無理だと思うんですけどね。そっか、暑いよな。逃げられちゃって、いや、しかし話しかけてこう説得するってのはいい考えだよね。あ、お着いた、お着いた。あそこに羽が綺麗なやつ、逃げられるよ。野生のクジャクでしょ。でも割と近いところにいるってのがこれ嬉しいね。今回はうまくいかなかったけども、クジャクに話しかけて羽一本もらう物語のようですね。うん、生まれたところっていうのはやっぱり久しぶりに、まあ、帰ると、まあ、中3まで島にいたから、やっぱね、島帰っただけでこう気持ちが一気に素直になれるっていうのかな。もう本当にもうそういう汚いこともないし、争いや喧嘩もないし、嘘もそういうのも全くないし、だからまあ東京で生活、まあ、現状東京で生活してるんだけど、だからそういうのが全部なんて言うんだろう、嘘っぽいっていうのかな。すごいもう島に帰ってくるだけですげえもう気持ちがリフレッシュできるっていうのかな、すごい。忍が島に帰ってきた本当の理由は、亡き母の墓前に武道館のチケットを備えるためであった。ちょうどデビュー前に亡くなったんですよ。で、やっぱそれが悔しいですね、うん、見れない、見せてあげられない、見てくれてるとは思うんですけど、うん、やっぱ一番悔しいのはお母さんだと思うんですよ。今の俺らの、まあ見てると思うんですけど、なんたまにやっぱ考えるんですよね。もし生きてたらこう、ま、会話もできたし、見せることもできたし。いやー、今日はですね、こんなところに来てみました。早速入ってみましょうか。一茶がやってきたのは米兵向けの歓楽街として発展した五夜の町。彼はこの場所を自分の島と呼ぶほど愛着を持っている。元気？久しぶりです。元気、頑張ってる？頑張ってる。おー、わー、久しぶりだー、すごい。一茶が高校1年の頃からバイトをしていたのがこのハンバーガーショップ。マネージャーの粋な計らいで当時の一茶の仕事ぶりがここに再現されることとなった。うわー、すごい、久しぶり。え？頑張ってたの。うん、早速じゃあ着替えて、ちょっと着替えてみましょう。すごい懐かしい。わすごい。ここがイスタにとっては一番思い出深い休憩ルーム。なんかしてたんだろうな。かぶれんのかなこれ。怖いっすね、こういうやついたら。ね、怖いね、かなり。こんなマニュアルは関係なかったんだろうな。いや、まあ、ちょっとズボンはありますね。とりあえず雰囲気だけ。いや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 、うわぁ、ミスタント入ってるけど、見てるよね。ありがとう。はい、はい、全然動けるわ。はい、
これだっけ。はい、うん、あ、高み方全然覚えてるよ。はい、テンション上がりますね。おー、覚えてる。全然いけるでしょ、まだ。昔のバイトの勘がかなり戻ってきたようだ。お前やったら働き者になるんだろうな。おちゃんとカリーフライもぴったり 60g、 なかなかのもの。マチントラスタル2個ですね。すっかり雰囲気に溶け込んでしまったイッサ。高校入って初めてここでバイトして、いろんなことありましたね。やっぱりここで女の子も一緒だから、夕方は若い子が多くて、学校がいいから、だからそのなんかみんなそういう上の女の子とか年上の女の子とか仲良くなったりして、でまた恋愛したりなんかしちゃったりしてね。 MCT が言ってたのは、この今のバンドとかダンサーのドリームチームっつって、すごくみんなで一つの輪になってるから、その波長をもう最初から最後までもうハイテンションでぶっ飛ばせられたら、うん、あと MC ちゃんと喋れればMC 苦手だからね。雪成が向かったのは、かつて彼が通っていた地元の中学校である。なんか思い出さない？思い出さない、だってここ分かるんだもん。雪成にとってこの中学には決して忘れることのできない何かが存在した。その何かに今向き合うために彼はやってきた。ここです。多分俺も2年ってあんま来たことないですけど。来てなかった？ええ、完璧に。雪成は中学2年の頃からほとんど学校には来なくなっていた。思い出のない教室、壁には後輩たちの力強い決意や目標が張り出されていた。あの頃の雪成は全く違っていた。部活多いですね。部活全体して、まあ、中学生ぐらいだとさ、なんか一生懸命勉強してとかさ、一生懸命部活やってとかさ、そういうことに情熱傾けるじゃん。なんかそういう情熱ってあったの？部活とか勉強ははっきり言ってないですね。中学校1年生までめちゃめちゃありました。部活は勉強はないですよ、うん、でも多分学校は俺に合わないなとは思ってたし、あんま好きなところではないなと分かってたし、うん、部活もなんだろう、すんごい楽しかったけど、別にそこまで俺が本当にやりたいことじゃないと思ってたから、どうでもよかったって感じ。本気で俺空っぽでしたよ。何でもありの人間やってたし、だってこれマジな話ですけど、もし友達を裏切れって言われたら俺多分裏切れてたと思う、昔の俺、うん、本気で死のうと思ったら死ねる、でも本当に、ね、空っぽだから分かんない、そういう状況だったし、そういう中で悩んできたし、一番家族が苦しかった時期でもありますよ。だからそういう部分で親父もすごい苦労してたし、お母も苦労してたし、兄弟もみんな苦労してた時期だし、だったから、うん、いろいろあって弟が入院して、でみんなで悩んで、うん、そういう時に何かその時の気持ちを忘れるなって、辛かった時って、だから今のお前があるんだよって親父は言いますね。俺もそう思う。人生で最も多感な時期に雪成は全てを見失い悩み苦しんでいた。
あれから5年、自分の進むべき道を歩んでいる彼は力強いメッセージを後輩たちに残した。奈落書きしましたね。小学校でございます。俺ちっちゃい頃野球やってて、ちょっと今日監督に無理言って会いに来ました。ユニフォームも全部一緒なんですよ。野球少年ゆきなり、監督と7年ぶりの再会。監督、お久しぶりです。覚えてます？覚えてない？ほら小学校の時、ほら池宮城聡なんかでしょ。池宮城聡分かる、一緒にやってたの。あ、そう。玉っていう年になる？いきなりですよ。あ、いきなり。ちょっとな、まあ、思い出そう。おじさんどこだった？俺サードとかいろいろやってたじゃないですか。あ、そうね。たまって年になる。ゆきなりですって。あ、ゆきなり。もう10年もなるからね。そうか。もう昔だからな、ちょっと思い出しにくいけど、ちょっと面影がね、どっかにあるような感じがするんだよね。でもよかったさ、あえて、うん、すごい楽しみにずっとしてたんですけど、もしよかったらね、一緒にやりましょうよ。みんな来て、並んで。だからちょうど4年の頃に城北スワローズに入って、一緒に野球を監督と一緒にやった、玉木年成。雪成ごめんなさい。はい、早速城北スワローズと監督に勝負を挑むが、お前な、そういうこと言ったらいかんと思うんだよね。そして憧れの監督と直接対決。どこだ？あー、もう嬉しい。調子に乗った監督は、監督痛いよ。嬉しかったですね。今も監督続けてて、あの時だってね、監督見て育ったやつなんて今もいっぱいいるわけだから、嬉しいですね。もっと続けてほしいですね、監督に。それで忘れた名前を思い出してはくれなくても、監督は憧れの監督のままだった。ゆきなりもいつしかそんな存在になりたいと考えている。県のルーツはこのストリートにあった。変わらない、やっぱりこんなお店とかもずっと昔からあるし。来ました、市川さん。こういう風な感じでテレビを連れてきました。恥ずかしいね。このショップのオーナー的存在、いや、オーナーですね。おはようございます。市川ワンちゃん、3年前ぐらい、3、4年前も、ね、3、4年もなりますか。もう4年前ぐらいだな。県がこの街のストリートで踊り始めた頃からずっと見守ってくれている田中さんはこう話す。すごいパワーがあったんで、やっぱり上がっていくだろうなっていうのは、まあ、そうなんですよね、あったんですけどね。じゃあ今度はダンスの先輩たち、ダンスを教えてもらった先輩たちのところ、ほとんど俺の原点っぽいところの人に会いに行くんですけど、で、っていうか集まってもらってるんですけど、少し心配ですね。本音を言うと、あと気持ちよく迎えてくれるかどうか。お、痛い。久しぶりです。おお。せい。ごめんなさい。僕一緒にやったのも3年とか4年前ですよ、ね。そう。何年前？覚えてますか？覚えてるよ。ビデオも持ってるよ。ちゃんと最初は向こうだったんですよね。そう。最初は向こうの広場で、で、ここに流れてきたんです。そう。ここの方が鏡が映るってことなんで。そう。人にも見られる。そう。で、中で、そう、踊ってても面白くないから、外出てみんなに見られて、そう、意識しながら踊って。それですよ。めちゃくちゃハングリー精神旺盛でしょ。突然音楽が鳴り、あの頃のようにダンスバトルが始まった。言葉なんかいらない。喜びも怒りも悲しみも彼らは踊ることで表現してしまう。
ダンスこそが最高のコミュニケーションの手段。昔の仲間は今もエネルギッシュでかっこいい。ここでケンは負けずに東京に出てから覚えたブラジルのダンスカポエラを披露し始めた。ケンはあの頃から確実に成長している。皆もそれを認めた。踊ることの楽しさと素晴らしさを共に分かち合った仲間たちとの再会にケンは時を忘れ興奮していた。もう最高でしたね。会えてよかった。何より良かったのが、うまいのは当たり前なんですけど、終わった後に俺もずっと心配だったんですよ。まだ仲間って思ってくれるかって。それがまだ全然仲間でしょうって言ってくれたのが超嬉しかったですね。ケン君の原点なのね。ルーツですね、ダンスの。楽しい、初めて踊りながら楽しいと思ったのがこっちだし、なんか人前で踊るのが苦じゃない、むしろ見てもらいたくなったぐらい。表現力とかの大事さ、ものを伝えようとしないと伝わらないわけですから、そういう伝えようとする心の18、19のダパンプを見てもらいたいですね。イッサにしたら歌とか、いきなりシノブにしたらラップとか、俺もラップとかダンスとか、そういうところ。今、8月20日、日本武道館。むせ返るような暑さの中、4人の少年たちは一つの大きなステージに立とうとしていた。ステージは大勢のスタッフによって着々と準備が進んでいく。数時間後にはこの広い武道館が観客の大歓声で湧き上がる。4人は晴れ晴れとした表情で会場入りを果たした。おはようございます。はい、どうぞ。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。会場の周りにはダパンプのパワフルなステージを待ちわびるファンが集まり始めていた。スタッフの数およそ200人。ステージ上では念入りに最終チェックが進んでいく。イッサ、なんだこれは。ありがとうございました。チェックが終わり、全員が舞台上に集まる。そしてメンバー、バンド、ダンサー全員で最後のリハーサルが行われる。そして会場1時間前、緊張感が高まる中、1万人近いファンが武道館に押し寄せる。自分たちをありのまま表現すればいい。ただそれだけでいい。午後4時、会場。コンサートのファイナル。日本武道館は徐々に熱気と興奮に包まれていった。
こう思いっきり行くのないように頑張っていくじゃないですか。はい、じゃあ AD さん一つ。よっしゃ。よっしゃ。おい。おい。皆さん入ってください。おい。力をみなぎっているか。目は輝いているか。武道館に見せつけてやれ。まもなく運命の時がやってくる。Yeah. OK. 次の曲いきますか。いきますか。最後まで盛り上がっていこうぜ。マジな気持ち文字に伝わるかな。感じるかな。最後までみんなオールスタンディングで盛り上がっていきましょう。イエーイ。はい、そのわけで次の曲に行きたいんですが、次の曲はですね、こんな仲のいい僕ら4人、そうですね、そういう友情のテーマを友情をテーマにした歌です。聴いてください。 Flash My Love Thanks My Friend。 どうぞ。 Flash My Love。先の夢を見るのさ。
忍から一言、みんな今日本当に来てくれてどうもありがとうございます。あとお父さんお母さんありがとう。本当に俺らがここに立って今こうやっていられるのもみんなのおかげです。ありがとうございました。みんなの周りにいる恋人や友達、親族、お父さんお母さん、親戚全員が大事な人だと思います。ありがとうございました。みんなありがとう。だからみんなも僕らに支えられていてください。いつまでも今日本当にどうもありがとう。それじゃあ最後にこの曲を聴いてください。 Stay Together。ファーストステージエクスプレッション、この日4人はそれぞれの持てる力を出し切って表現することの本当の意味を知ったに違いない。4人の少年の夢はこの夏大きな光を放ちスパークしたのである。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。